はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、先日ですね、あの天才の悪魔リュウブラックデーモンズデッキに当たったんですよ。リスペクトさせていただきました。めちゃくちゃ強かったっすこれ悪魔リュウブラックデーモンズ、確かになと思ったんだけど、悪魔リュウブラックデーモンズっていうモンスターって、これ攻撃通ったらデュエルリンクスでも勝ちなんですよ。これあの3200盾あって、まあ、3200ダイレクト通して、で、バンダメージがあるんでね、黒炎弾みたいなやつが撃てるんで、これ撃ったら、あの、相手のモンスターいなければね、ガラ空きになれば、そのこいつぶん殴って、バンダメージ1200で勝ちなんですよね。だから、この悪魔竜ブラックデーモンズドラゴンの攻撃を通せばいいと。ちなみに攻撃する場合はアンティークギアになれるんで、なんかなんでもね、効果発動できないみたいな効果あるんで、あの、走破するガイアみたいな感じよ。だから、このブラックデーモンズドラゴンの攻撃をどうやって通せばいいかという、まあ、そういうデッキ。やってますね。はい。あの、この間の、あの、負け試合見ていただければ、どうやって処されたのかが分かると思うんでね。は、強ってなったんだけど、ライトニングボルテックス。はい。これですね。これが回答。まあ、ちょっと、ブルームディーバーとかは処せないけどさ、あの、環境的には、効果で破壊されないみたいなモンスターは無理だけど、まあ、それ以外だったら、まあ、このライトニングボルテックス1枚で、とりあえず相手のモンスター盤面を全部ぶっ飛ばすことができると。で、悪魔竜ブラックデーモンズを出して、ぶん殴るだけっていう、簡単なお仕事ですね。はい。で、ディスティニードローンにしていて、コンボパーツを、あの、集めていく。例えば、バック除去をするためのサイクロンとか、まあ、コズミックサイクロンね。コズミックサイクロンは、あの、ベールとかカイトロイドと合わせて、結構ディスティニードロー圏内に持っていけるんで、割と強いと。で、ただ、ベールを入れないといけないから、ちょっと、あの、リミットが被っちゃうからさ、これ3枚とか積みたいんだけど、ちょっと若干ね、足りないっていうリミットが。で、レッドアイスカードは6枚入ってて、あと、ディスティニードローで引くように、ライトニングボルテックス以外だとこれ、魔界の足かせ。これあの相手モンスターに装備することもできるんですけど、装備したモンスターの攻守が100になるっていう効果あるんですよ。だから相手のモンスターを100にして、で悪魔竜でぶん殴ると勝ちっていうあなんかうんこみたいなあの戦術ができるんで、まあ、これが1枚入ってますっていう、まあ、そんな感じですね。で結局パーツがコンボパーツが3枚なんですよ、基本的には。足かせもしくはライトニングボルテックスか、レッドアイズ系のフュージョンカードとバック除去っていう感じなんで、まあ、ディスティニードローが一番丸いかなという、まあ、そんな感じですね。早速あの、超高速、対話拒否ワンキルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ユーギ君ね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。僕のターン。相棒行くぜ。相棒、俺は対話を拒否したぜ。相棒、今からお前を斬殺してやるぜマジでこのデッキ斬殺できるからな、結構そこそこの斬殺力誇ってるからね、これね。このデッキ斬殺力のティアで言うと結構1レベルである。斬殺デッキティア1ティア1、はい、極限の加速動画、自分のフィールドを割れ、自分のフィールド破壊しろ。いいか、あのガイア使いたての頃、極限のカースドラをカースオブドラゴンでめちゃくちゃいっぱいあの自分のフィード割りましたね、僕。さあコズミックサイクロン、まあ、バック除去めっちゃきたー。せーサイクロン発動。さあサイクロンの効果で相手のフィードの上の魔法トラップカードを1枚破壊していく。えねえ、いや突き落としなくてよかったのか。大丈夫か、ライトニングボルテックスケアできてないぞライトニングボルテックスケアできてないぞ。大丈夫か、ライトニングボルテックスのケアしとけ。今の裏返しした方がいいぞ。嘘です、ごめんなさい。レッドアイズフュージョン発動。もうこれ勝ち確定です。勝ち確定します。はい、ブラックデーモンズドラゴン出していく。ねえカード1枚セットしていく。さあブラックデーモンズドラゴンでぶん殴っていく。はい、3200ポイントダメージを与え、そしてバトルフェーズ終了時ブラックデーモンズドラゴンの効果で1200万。このゲームぬるすぎ。さあお相手の方、マイちゃん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあハンドはまあバック除去もう一枚欲しいかな。バック、ああまあでも足かせ、ハーピーに足かせってね、なんかねバウンスされるからね、なんかいまいちなんだよね。ちょっとハーピー環境だと足かせは微妙みたいなとこある。足かせが足かせになるっていうとこあるね、ハーピー環境だと。はいはい、満喫ね。オッケー。でも足かせ1体だけだったら、足かせをハーピーに装備して、何
バウンスするんだったらしろよみたいなことはできる。バウンスしたらしたら勝ちだし、しなかったらしなかったら俺の勝ちだし、はい、おっと弱っ、ゲロ弱いんですけど、ゴミほど弱い。大丈夫ですか。とりあえずコスミックサイクロンぶっ放しますけど大丈夫です。さあぶっ放していく。で、はい足かせ一回やらないや。はい、ありがとうございます。はい、レッドアイズインサイト発動しまーす。はいこれはこれは本当に遊戯王なのか、果たしてこれ本当に遊戯王か。このゲームぬるすぎるぞ。なんだこのクソゲーは。殴ったら勝ちっていうね。はい、これがスピードデュエルってやつよ。どうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクさ、ブラックデーモンズドラゴンの効果、黒炎弾。はいどうこのデッキはいや、デュエル。さあお相手の方、テクジーナスさんですね。なるほど、テクジーナスさん、キタネン君、多いでしょう、強い。やばいカード見えたな、王家の神殿ってやばいカード見えてんじゃん、王家の神殿。もうあのあれか、なんかもう即座に生存境界打ちてみたいなこと。生存境界打つモンスター入ってんだっけ。ブースターラプトル、はあ、ブースターラプトル、王家の神殿。あ、やべえこれ、これなんか見たことあるぞこの動き。あれリバースカードだ、やっべっやっべやっべっやっべっ、有効的で、これはやばい。カードを引くぜ、何も発動できねえ。